んにちは、かわぽんです。今日は受験生の英検の中に空の取得者が急増している件についてお話しします。何人合格しているかは2014年度以降は非公報となっており、現在の状況は正確にはわかりません。それでは2013年度はどうだったのでしょうか。おまきざるの自由研究というサイトによると、2013年度の高校生の英検準2級の取得者は2132人でした。浪人生は含まれておりません。そして大学受験ハッカーというサイトによると、財団法人英検協会に問い合わせをされた2016年度のデータが記載されておりました。それによるとその数は2200人でした。ちなみに2020年度の高校生の数は約330万人です。高校の数は5599校になります。よって高校で準2級を取得している生徒は1つの高校につき 0.5 人いるかどうかの割合になります。かなり希少のスーパー高校生だったということになりますね。英検準2級の取得者が少なかった理由は難易度が高いことはもちろんありますが、高校生にとってあまりメリットがなく受験する意味がなかったこともあると思います。ただ2021年度から立教大学をはじめ大学入試での英語外部検定の重要性が急増しました。データはありませんが、英検の受験者準2級の取得者はかなり上昇していると思われます。その一例を見てみましょう。注目したのは早稲田の商学部の一般入試です。2021年度より早稲田の商学部の一般入試は3つの形式に分かれました。併願は不可能で、どれか1つを選択することになります。3つ目の英語4技能型を詳しく見てみましょう。この英語4技能型は出願条件が英検準2級以上またはTOEIC72 点以上となります。つまり英検であれば準2級を取得しておかないと受験できない形式になります。2021年度はこの形式の試験者は250人でした。これが2022年度はこうなります。じゃん、なんと志願者は 3.6 倍増加して899人でした。それだけ資格を有する受験者が増加しているということになりますね。今回は早稲田の商学部のみを見ましたが、全国的にも英検準2級の取得者は急増しているのではないでしょうか。ただ皆様、だからといって大学受験に英検準2級か必須というわけではありません。闇雲に受けるのではなく、自分が受験する大学の形式をよく調べて対処してくださいね。今日は以上になります。ありがとうございました。